ジョージ・ウィリアム・ケーシー・シニアは、アメリカ合衆国の軍人。ベトナム戦争中のアメリカ陸軍第一、騎兵師団長として特にその名を知られる。最終階級は少々。息子のジョージ・ウィリアム・ケーシー・ジュニアも、陸軍将校となり、2007年4月から2011年4月まで、第36大陸軍参謀総長を務めた。1922年、 マサチューセッツ州ボストンに生まれる。ハーバードカレッジに1年通った後に陸軍士官学校へ進み、1945年には卒業するとともに理学士の学位を与えられている。第二次世界大戦の終戦直前から陸軍将校として勤務する。終戦後は第七不評師団の一員として日本への進駐軍に参加した後、朝鮮戦争にも従軍した。 1950年代半ばには国防総省に勤務し、その後陸軍式幕僚大学を卒業した。1958年にはジョージタウン大学にて国際関係に関する修士号を与えられ、1963年には国防大学を卒業、1965年にはジョージワシントン大学にて経営学修士を与えられている。大学院研究は、 ハーバード大学のウェザーヘッド国際情勢センターで行った。その後、欧州に駐屯する第8不評師団に配属され、同志団霊下の第39不評連隊第1大隊及び第3旅団に勤務した。ベトナム戦争中の1966年から1967年まで、ベトナムにて第1機兵師団の参謀長と、同志団霊下の第2旅団長を務める。 その後一時本土に戻り陸軍、戦闘開発コマンド内の戦闘武器グループでの勤務を経て、再び、ベトナムに送られ、第一騎兵士団の副士団長を務めた後、士団長に就任した。1970年7月7日、ベトナム共和国領内にて登場していた UH-1 ヘリコプターの墜落により、事故死した。彼は、負傷兵らを激励するべく、 カムランへ向かう途中だったが、悪天候に見舞われた末、パオラク近くの山岳に衝突、墜落したのである。その後、ケイシーは、アーリントン国立墓地に埋葬された。彼はベトナムで死亡した三人の少将の一人で、彼の他にキースウェア、ジョン・ A ・ B ・ディラードの両少将が死亡している。ケイシーは結婚しており、三人の娘と二人の息子が、いた。 ありがとうございます。